はい、えー、中森明菜さんの、えー、読売ランドイーストですかね。えー、で、えー、行われたライブの、えーケーリマスター版をですね、映画館で見てきたので、えー、ネタバレしたいと思います。えー、まあですね、えー、東急、 プレミアムズ、えー新えー、新宿ですかね。で見てきたんですけれども、一応ね、映画館はシアター4っていうところだったんですが、えー、まあちょっとね、音がね、良くなくて非常に、えー、残念だったなと思いました。これはまあ劇場による んだろうなぁとは思いたいんですが、まあ、そのちょっと劇場だけじゃないんじゃないかなっていうお話と、それからまあ、えー、画質ですね。このフォーケリーマスターってのはどういうことなんだっていうね、お話をして、えー、その、えー、映画館とか映画館で見るたどういうことなんだろうなっていうお話ができればいいかなと思うんですが、 えー、この中森明菜さんのライブは、えー、NHK でね、えー、何回か放送されてまして、えーまあ、それを丸々、えー、撮ってあるわけなんですが YouTube でもですね、えー、ワーナーさんのオフィシャルで、えー、見れるんですよねなのでかなり太っ腹に公開されてまして、えー、それをですね映画館で 4K リマスターにされたものを見るっていう、まあ、贅沢な、えー、作りになってまして。 中森明菜さんだから集客できるんじゃないのかなともう本編丸々ね YouTube で見れるんでさらにそれと同じものを映画館で見れる見るというねなかなか引きが強い人じゃないと無理だと思うんですが でまあ、えー、特にね、えー、そのキャリマスターとかは特に楽しみにはしていなかったんですが、えー、ちょっとあまりにもひどいんじゃないのかなと、えー、それは音と、えー、映像なんですがまず音に関して言うとですね えー、まあはっきり言うとうちのテレビで聴いたりそれからうちの、えー、Mac につながってる、えー、モニタースピーカーで聞いた方が全然音がいいんですよね。えー、まあ分離ができてるっていうことだと思うんですが、うん、これは、えー、その劇場の に固有の問題なのかもしれないので、えー、すべ、えー、てのね、中森明菜さんのライブの映画館の音が悪いということではないと、えー、東急プレミアム新宿のシアタイ4の話っていう、えー、5月4日の朝、朝一の回、5月5日の朝一の回のみの話っていうことで聞いていただきたいんですけれども、えー、まずですね、音量調整がなってないと。 えー、音量って多分一番ね、えー、大切だと思うんですが、えーまあ、中森明菜さんがですねイントロでですねカセッ今は懐かしいシングルラジカセで、えー、カセットを聴こうとしてるんですがラジカセですかラジカセぐらいの音なんですよね、うん、で、えーまあ、音がですね、えー、ペラペラなんですよ、えー、その映画館 でねえー、もう今,今だけの映画館っていうのはまあスピーカーが何個もあってで、えー、それそのスピーカーの特色をね生かした音がこう出るわけなんですよね全く違ってデッドなんですね音がねでデッドなものを空間が大きいところで聞くとデッドすぎても聞いてられないっていうねことになっちゃってまあそういう感じなんですよねでまあだからその えー、映画館だけのね、せ、え、い、ー、ではないとね、えー、思うんですが、まあ、切り分けると、えーまあ、映画館の方も、その坂本龍一さんが監修されてるというふうにね、えー、言われてるんですが、もちろん坂本龍一さんは、えー、この前ね、惜しくもお亡くなりになってまして、 この映画館のオープンがその後なので、まあ、最終的なキャリブレーション調整には、その前日とかですね、それから映画館運用以降のキャリブレーションとかには携われてないと思うんですね。で映画館のスタッフの人に聞いたら、 ジムのね、裏方の方にですね、インカムで聴いていただいて、坂本隆一さんはその曲の提供のみだみたいな話だったんですよね。えー、ただ、帰、えー、って、えーえー、ホームページ見ると、す、え、べ、ー、てのシアターの、えー、調整というかプロデュースをしているみたいなことを書いたって本当かなと。<laughs> それはどっちなんだっていうと、うんまあ 今日インカムで聞いてくれた人の方が本音なのかなという感じはありますよね。まあ、すでに亡くなれてるわけですかね。オープンに立ち会ってないわけなんで、まあ、その、坂本龍一さん、えー、監修、プロデュース、監修ですかね、がどこまでなのかなっていうのは、まあまあ、言つばかなって気がしますね。で、まあ、えー、最近の映画館、えー、 に特に多いんですけど、なんか音が悪いんですよね。それは、音が悪いというよりは、え機、ー、器ですよね。その映画館の音響設備と、えー、まあ、特に放画なんですが、まあ、特に放画というか放画なんですよね。えー、音響、映画館の音響と放画の音響が、えー、マッチしていないようなんですよね。 でまあ、映画館用に音をリマスタリングしてないんじゃないのかなっていうね気がして、えー、それはまあ専門家ではないのでわからないんですが、えー、まあなんかフォーマットがあると思うんですよね映画館用の、えー、その音楽フォーマットみたいなのがあってでそれにのっとって作ってると思うんですが、まあ、その詰めがに、えー、マスタリングがお金かかるのを かもしれないですよ、ね、えまあ実際大変2時間あるって音楽音楽どころじゃないですね SE とか全部あってそのマスタリングってスタジオを持ってないと多分できないですよねまあ1ヶ月とかもっとかかるか相当かかりますよねその音映画専門のマスタリングするとか映画館をそのものを持ってなきゃいけない ですよね本当だったら。なんで、まあ、仮想で、えー、まあシミュレーションして作るだろうなと思うんですが多分その相性がなんか、うん、映画館の方が超えちゃってるのかなと、えー、いうことかなと思いますね。映画館の方がその映画館のキャリブレーションする時にその映画館 キャリブレーションの音源がむちゃくちゃ良すぎて、それに合わせて詰めて、えー、設定しちゃうと、えー、それ用に作った映画ならいいけど、それ以外の映画はとってもとんでもないバランス、とんでもないねことになっちゃうんじゃないかなと。なんかもうそんな感じがしてならないんですよね。で、まあ。 え、音がいいか悪いかっていうのは主観だろうっていうことはあると思うんですが、まあ、やっぱ絶対的なものはね、あると思いますね。ましてや音量調整できてないってのはどういうことだっていうね、で、話になっちゃうわけなんですね。で、まあ、ちょっと、えー、録画したやつとかをちょっと、えー、うちで聞いてみたんですが、NHK 音源ですね。それから YouTube とか聞いてみたんですが、明らかに、えー、普通のスピーカーで聞いた方が、 えー、分離がよく聞こえてて、それは、えー、まあ、普通のスピーカーやテレビで聞くように、まあ、マスタリングされてるからだと思うんですが、まあ、それ以外の要素があって、非常に音が悪くなってるんだろうなと。特に、まあ、中森明菜さんの声ですね、声質が、えー、まあ、えー、映画で、映画館で聞くとですね、もう完全に聞こえないと。まあ、聞こえないわけではないんですが、えー、まあ、えー、 聞ここえないってことですね、えーえー、残念な、ねえー、バランスになってて、まあ、これはだから映画館の音響設定と、えー、その元の音源との、ね、相性が悪いもたは元はまたは元の音源の、えー、マ,スマスタリングがもともと良くないっていうことだと思うんですが、まあ、これ 続いてですね、包、ま、茎、あ、リマスター」ってね、えー、歌われてるのでまあ、えー、何らかの処理がされていると思うんですね。で、えー、この、えー、イーストエンドっていうか読みるイーストの、えー、このライブは、えー、まあ いろいろ曲の構成とかもいじってるみたいですし、えー、まあミュージックビデオ風にも作られていてでそもそもライブの音源っていうのは、まあ、パラで撮ってると思うんですが、まあ、それ再構築して、えーまあ、もう一回レコーディングするような形で作ってると思うんですよね、えー、なのでまあ、えー、ライブ記録というふうに銘打ってるわけではないので、まあ、きっちり作られてると思うんですよね でそれをォ、まあ、ーケリマスターするっていうことなので、えー、ちゃんとね、えー、今時の、えー、機材などを使って、えー、ちゃんと音を一回パラで出して、えー、パラで分離して、まあ、も,もう多分、えー、マスタリング前ではないと思うんですが、えー、それでも今だったらね AI っていう便利なものがあって アマチュアでもそのドラムのハイハットだけとか、ボーカルだけとか、コーラスだけとか、まあ、抜き出せるわけなんですよね。えー、で、もちろん綺麗には抜き出せないかもしれないんですが、ある程度は抜き出せると思うんですね。だから一回全部バラして、えー、一個一個ちゃんと処理をして、もう一回組み直して、えー、それからそれを映画館の音響用のその 3D システムっていうんですかね。それに振り付けてやればすごくいい音になる。 じゃなないのかなと、まあ、音が痩せるかもしれませんが、えー、今のままかけるよりは全然いい音になるんじゃないのかなと思いますね。それを全くしてないんで、まあ、結局、えー、ペラッとしたね物だるですかみたいな感じの、えー、音がね聞こえてで中森明菜さんの声とその後ろになってる、えーまあ、ドラムスの中、えー ちょっとデジタルチックなシモンズみたいなね、えー、処理をされてるこうドラムがですね、との中森明さんのその声質が、えー、ぶつかっちゃってて、本当に残念な音に、えー、なってましたね。しかもベースがね、まあ、これは、えー、その109の、えー、新宿がですね、いけないのかもしれないんですが、なんかベースが全然聞こえないっていうね。 まあベースを抑えてあるんだろうなと、まあ、これは音量がそもそも低いっていうところからして一体何をやりたかったのかなっていうのはね本当にわからないんですよね。 この中森明菜さんのこの、えー、ホームページを見るとですね 4K リマスターにして、えー、大画面と大音響でお楽しみくださいって書いライブさながらですの、えー、体験をお楽しみくださいって書いてあるんですが全くそれとはね真逆になっているわけなんですよね。でまあ、ちょっとこう この方眼とこの最新の映画とのえ相性問題というか、ただ単に邦画の音が悪い問題っていうのは、もうちょっとえ調べてみたいと思うんですが、えっと、次はですね、画質問題ですよね。4K リマスターにしたってことなんですが、4K リマスターにすればいいんじゃないよってことですね。4K リマスターにしたからいいんじゃないよっていうことですよね。 で、まあ、くしくもですね、まあ、この2023年というのは、まあ、チャット GPT ができて AI 元年みたいになってて、うん、AI のシンギュラリティをこうね、迎えている時代ですよね。そしてもうですね、えー、素人レベルで、えー、AI を使って画質をきれいにしていく。AI で保管していくっていうのがもうできる時代ですよね。そしてなんか昨日はね、えー、そのが動画かな動画化、 絵をですね、まあ、ベクターデータに変えたりとか、そういう AI もできましたよ、みたいな感じで、まあ、何でもできるっちゃできる時代になったわけですね。で、まあ、スチールとかを、まあ、中森明菜さんのね、当時のスチールとかを全部 AI にこう、学習させてね、そして、動画を処理していくと。 従来的、従来だったらそのフレームの間のコマをね、えー、使って、えー、こう、保管していくっていうことすらやってないんですが、それプラス、まあ AI でこう、スチールとかをね、写真とかを学習させて、えー、修復以上のことがね、できてもっとバキッとしたね、 映像にできるんじゃないのかなっていうか、まあできると思うんですよ。だからもう一回全部指示で作り直すということさえね、えー、まあできるわけなのに、これはな、なんなんだろうと <laughs>。この、この時代に、えー、これは、 ちょっとなーっていうね、うん、えー、ところはありましたね。まあ、ちょっと前の日に見たのがガーディアンズ・ギャラクシー Vol.3 ってやつを見ちゃったんで、まあ、それとの落差がね、まあ大きいっちゃね、大きいですね。まあ、サウンドから、その、えー、絵の綺麗さです。画質ですよね。まあ、画質っていうものでもないんですよね。その、まあ要するに、えー、その作り手の その本気度がね全くね、まあ、感じられないっていうねことなんですよね。でまあいろいろね、えー、残念だったんですけれども、まあ、ナンパ戦の時にですね中森明菜さんが、えー、涙を流してるのを涙が 落ちるのを見て、まあ良かったな、見に行ってねってね、思いましたね。で、まあ最後、中森明菜さんの、えー、これはネタバレになる、なります。ネタバレをします。中森明菜さんから、えー、メッセージが入ってまして、えー、それさえ音悪いというね <laughs>、どうなってるんじゃいってね、もし本当に放課が、お、金がなくてね、音響が、音が悪すぎる、悪いっていう問題、 だったとしたら、まあ、邦画って今、えー、もう映画のカメラもね、高いの借りられないっていうふうなことなんですよね。映画のこの邦画がいまいち絵が綺麗じゃないっていうのは、もうカメラの、高いカメラを借りれないせいだっていうふうにね、聞いてるんですが、まあ、それプラス、まあ、高い音響システムをね、使えないせい、まあ元々、もともと邦画っていうのは音が悪いん、 ですよねえー、そもそもレコーディングの時から、まあ、素材の時点から音が悪いんですがそれプラスもう肝心の,そのスタジオのシステムとかが、えー、使えないと、ね、いうことであればねまあお先真っ暗かなと思ってしまうんですよね。えー、というわけで、えー、中森明菜さんのライブもしかしたらちょっと違うとこでもう一回見たいかなとはね思っています。